名古屋大学の最先端研究を紹介する名大研究フロントライン。今回は ALS の治療薬開発に新しいやり方で取り組む医学系研究科神経内科学研究室を訪れます。私たちは従来のトランスレーショナルリサーチという研究手法だけではなくて、リバーストランスレーショナルリサーチという新しい手法を組み合わせることで、この難病に挑めないかと考えました。ALS 筋縮性側索硬化症という病気は、脳や脊髄の中にある運動ニューロンという細胞が徐々に弱っていく病気です。手や足を動かすことができなくなったり、喋ったり飲み込んだりということが徐々にできなくなります。そしてさらには呼吸ができなくなっていく、難病の中でも非常に進行の早い、そして治療の難しい病気です。一般にお薬の開発では、動物のモデル、一般的にはマウスモデルにおいてお薬の効果がまず試され、そこで効果があったものが患者さんで試される、臨床試験が行われるという形で開発が進んでいきます。これをトランスレーショナルリサーチと言います。しかし ALS に対してはこの方法がこれまでうまくいっていません。その理由にはいくつかありますけれども、大きなこととして、 ALS という病気が非常に多様で複雑な病気のメカニズムを持っていて、これをきれいに反映するマウスモデルがないからと考えられています。そこで私たちはこれまでとは逆のアプローチを考えました。すなわち、患者さんの体の中で何が起きているのかということを詳しく調べて、そこから見えてきたメカニズムを今度はマウスモデルで検証する、すなわちマウスから人へではなくて、人からマウスへという、これまでとは逆のリバーストランスレーショナルリサーチ、リバース TR を行っています。具体的な研究プロセスを伊藤先生に伺いました。まず私たちは最初に ALS の患者さんから血液サンプルをいただきまして、進行の早い方と遅い方でどんな違いがあるのかということを調べました。 ALS の患者さんの中には進行の遅い方と早い方がいます。両者の違いについて体内の代謝物質を網羅的に解析したところ、脳内に存在し神経のシナプス伝達に関わっているエンドカンナビノイドの代謝量に違いがあることが分かりました。これは ALS の進行という体へのストレスに対する防御反応が働いてエンドカンナビノイドが増えたのだと考えられます。実際の患者さんのデータで分かったことを、今度は細胞や動物でさらに詳しく調べていきます。リバーストランスレーショナルリサーチの手法です。具体的には ALS の細胞モデルに見つかってきた代謝物質を上げたり下げたりするような、そういう薬剤がありますので、そういったものを細胞モデルに投与したところ、最終的にエンドカンナビノイドを上昇させる PF0445-7845 という薬剤が非常に効果的だということが分かりました。次に ALS のモデルマウスにもこの薬剤を投与しました。すると薬を投与したマウスの生存日数が伸び、手足の悪化スピードも緩やかになったのです。エンドカンナミノイドが活性化したことにより、マウスの病気の進行が遅くなったのだと考えられます。このリバーストランスレーショナルリサーチという手法を用いて、エンドカンナミノイドという代謝が ALS の患者さんの進行の早い遅いという要素に非常に重要であるということを突き止めました。その中で PF0445-7845 という薬剤が ALS のモデル細胞やモデルマウスに非常に効果的であるということまで見せてきました。今度は薬剤を患者さんにまた貢献していくために、臨床応用、すなわち臨床試験であったり治験に進めるように
準備が進んでいるようなところです。患者さんのデータ解析から有力な薬剤を見出し、その薬剤の効果を基礎研究でさらに確かめるリバーストランスレーショナルリサーチ。その成果により、ALS の治療薬開発に光が見えました。これからの研究の進展がさらに期待されます。